ではでは続いて、はいはい、ヨカシュのジュニーさんです。ありがとう。カサカさん起きてる？起きてるよ。ジュニーです。ありがとう。ありがとう。気になることがありますのでメールしました。はいはい。ずいぶん前に職場の後輩から相談されたことがありまして、はいはいはい、はい、アドバイスをしたところ、うん、いきなり好きですと言われました。うん。後輩に対してそういった感情はないので、うん、ストレートに、うん、嫌いですそれは言わず嫌いは言わなくていいんじゃない？答えました、うん、が、それ以来、うん、なぜだか顔を見るたび好きです嫌いですというやり取りが日常的に続いています。後輩との関係は普通だと思います。物好きなやつがいるもんだなと思っていたら、先月別の後輩と仕事で一緒になった時に、うん、またまた先輩優しいですね好きですと言われました。え、ちょっと遊ばれてない？この後輩はストレートに言うと傷つくタイプだなと思い、うん、ありがとうと言っておきましたが差が生まれちゃったよ。カワセさん、赤尾さんは後輩たちの言う好きですはどのようなニュアンスだと考えますか？またお二人も先輩を後輩に対して好きですっていうことはあるんですか？野郎二人に野郎二人に好きですって言われても全然嬉しくないです。よろしくお願いします。なんだよ、もういろいろ考えちゃったじゃんいいオチだな。全くもうやられたわ。いいね、文才がありますね。あ、面白かったよ。なんかこう短編の どんでん返し系小説読んだ気分だった面白かった。いいですね。わかんないよ、その後輩の男の子二人がさ、うん、本当のその恋愛感情かもしれないから、うんうん、なんとも言えないけど、 そうね、そのニュアンスはね、あの私もさつみさんに毎回やってる。あ、そうなんだ。うん、さつみさんに会うたびに、うん、さつみさんだって言いながら走ってる。好きです、うん、好きです。嫌い？嫌いとは言わない。あ、優しい。そうそんな女性性言ったら嫌だもん、ね、もうなんかさつみさんにこう連絡するじゃない、私が、うん、で私が変なスタンプとかこう送るじゃない、はいはいはい、でありがとう、あのスタンプおもろくて笑ったわってこう返してくれるじゃん、うん、で私はさつみさんが笑ったのなら生きてる意味がありますって送って重いみたいな感じのやり取りをやるような先輩はいますね。いい関係じゃん。あのさつみさんとキルちゃんにはそんな感じでやってます、うん、そうなんですよ。この間キルちゃんとこう遊ぶ機会があってさ、うん、キルちゃんがこう化粧しようとしたから、はいはいはい、化粧させてほしいですって言ってもうしっかりこう消毒を行 い、はいはいはい、もうキルちゃんのメイク道具をお借りして、うん、もうキルちゃんの顔面をこう作りながら、うん、なんて綺麗な顔なんだ美しい左右対称すぎるとか言いながらこうやっておりました面白いデッサンみたいな感じ、ね、なかなかね、そういうことを言う相手はキヌちゃんとさつみさんぐらいかな。でもいい関係だね。そうだね、2人ともなんかこう同世代ではあるんだけど、やっぱ先輩っていうのがあって、うん、程よくこうあのいい距離感 で、うん、尊敬できるし、うん、なんかこううまい具合に甘えさせてくれるんだよね、はいはいはい、だからこうべったりべったり私から言っておりますね。いいじゃん。お母さんはそういう人べったり、うん、べったりか。誰だろう。でも矢作さんかな。なんか好き好きっていうよりは、うん、私がなんかふざけたことをしてじゃじゃーんみたいな、これやってきましたとか、うんうんうん、みこし作りましたやつね。そう、うん、そんなテンションをだいたい毎週やってるやってる。いや、そう、なんか何でもそう。笑っちゃったもん。赤尾さんそんな感じなんだよ、そではと思ったの。そう、愛重い私も重かったわいやでもね、それができる距離感ってなかなかいないですからね。そう、ありがたいですよ。なんかそれを許してくれる先輩ってね、うん、なんか舐めてんのとかね思われるかもしれないじゃん、もしかしたら。そうそうそう、でもそれをこうね笑って許してくれる、そう、寛容な方々がね。いや、ありがたいですね。だから多分そういう風に思ってもらえてるんじゃない、ジュンニーさんも、うん、だから好きですって言ったら嫌いですって返してくれる、こう楽しいノリがね。いい距離感ね、じゃれ合いみたいな感じで。いや、いいですよ。だって私もそういうことしたいな、うん、さすみさんにしてるじゃん。してるわ好きです嫌いです好きです嫌いですってやりたいね。ちょっと離されるけど、でも同じ愛で返してくれるもんね。あのリサエさんが事務所違うんだけど同期なのよ、はいはい、そうだからリサエなんかさすみさんに好きです嫌いです好きです嫌いです、リサエさん、お疲れ様です急に変わんかい最近どうですか言っちゃうんだよね。リサエさんとはね、あんまりご一緒する機会がなくて、ね、うん、でも同期だけど、でもさつみさんとご兄弟なわけじゃん、うんうんうん、先輩の兄弟の同期の他事務所のみたいな複雑な気持ちになっちゃうんだけど、いやそうそうそう、そういう楽しいこと松田さんとやらせていただいておりますね、うん、はい、